眼科医の平松です。今日は物もらいについてお話ししようと思います。物もらいってちょっと広い言い方で、また地域によってもメバチコとかいろんな言い方をすることがあります。医学的には大きく分けて爆粒種っていうのと散粒種っていうのがあったりします。爆粒種っていうのは何なのっていうと、簡単に言うと菌の感染ですね。ばい菌が感染したことによって腫れちゃってる状態を言います。で、散粒種っていうのは菌の感染ではなくて、慢性炎症性肉月腫とかって言ったりするんですけど、要は炎症によって、腫れちゃってるって状態ですね。それぞれ治療法が違って、爆粒種の場合は抗生物質の治療が主になってきます。それで、ばい菌を殺してあげると。慢性の炎症性の場合は消炎剤ですね。炎症を抑えるようなお薬ってことになります。どちらもそれでは落ち着かないって場合もあるし、パンパンに腫れちゃって、きつい痛いってこともあるんです。そういう時は、切ってあげると中のものが出てくるわけですね。ばい菌であれば菌が外に出てくるし、炎症性の肉下腫であればそれが外に出てくるわけなので、手術的な治療をして治してあげるっていう方法もあると思います。特に散粒種の方が非常に多くて、で、散粒種の場合っていうのは結構食事とか、生活によってもなるんですね。例えば結構ちょっと汚いような手でこすっちゃうとか、埃っぽい場所で生活、仕事をしているとか、チョコレートをよく食べるとか、脂っこいものをよく食べるとか、そういう人はなりやすい傾向があります。なので、何度も繰り返す人の場合は、脂っこいものを食べないとか、目をこすらないとか、そういうのに気をつけて、生活していただく方がいいと思います。具体的にはもうちょっとね、詳しいのとか、細かい分類もあるんですけど、大体こんな感じと思って、いただければと思います。こんな感じでいろんな病気について説明してます。なんか疑問、質問ありましたらコメント欄に書いてくださればと思います。よろしくお願いします。